俺はてめえを認めてねえからな。俺もあなたを認めてないので、ネズコ刺したんで。戦ってきたんだぜ。ダメです。品塚さん、おはぎ大好きですよね。品塚さんちで稽古つけてもらっていた時、ずっと。俺はうまく喋れなかったし、品津川はずっと怒っていたから。でも品津川の好物が分かってよかった。今度から懐におはぎを忍ばせておいて、品津川に会う時あげようと思う。さあ、それはいいですね。そうしたらきっと仲良くなれると思う。俺もそうします。やめとけバカ。